よ。そうだよ。こうだ。そうだ。そうそう。ああ。こうだこうだ。まずいな。まずいな。まずいな。おいでさ。おいで。あ、いや、あの靴のもどんどん入れていいからね。あの、この間乗り過ごした。まあ、ちょっと過ぎた。過ぎたよね。気づいた。なんかこれどうですかこれ。チータロウ。おいいねいいねいいね。おはよう。おはよう。もう起きた？深く。ごめん、寝さないんですけど。すいません。嘘つきましたね。ごめんなさい。だって有料のところで、あのなんか、あれ払ってるんだよ。こっちは気に入っちゃってない。全然全然ね、うん、気に入っちゃってない。グッズだね。あれ。どうも。どうぞ。さらに追い込んでいくね。これが大事なの。はい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 。このし下つかれはどうやって食べるの？うまいじゃんこれ。うまいじゃん。夜の場すごいですか。いやー、次進行いきます。どうですか？何ていうか。本日も、皆さん、お勤めご苦労でした。よいしょよいしょよいしょ。もうチャンネルにね、投稿できなかったんですよね。いや、黙っとこうと思ったんですね、本当はね。うちの会社にですね、実はあの GS 乗りが、あれまさか車、あーどうも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 、地元のこの辺り、この辺りなんだろう、ここは石を狩りができるところですよ。なんかすげえのが来てるよこれ。はいはい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいどうもどうも、はいどうもどうもどうも、残念だな、値段なんなかったな。ちょっと硬い硬い、これ硬い、お、できるできる、これは何ですか。飲むなよ。おとなしくしたいなと思っても、こいつにとって行こうって言うんだもんね。期待を裏切っちゃったもんね。これ何事もそうだから。旅行いないんじゃないの、まあ、鼻に聞いたらが。お母さん、お母さんの言うたらね、焚き火したい、したいね。どのバイクの近くがいい。あの真ん中がいいんじゃないの。お父さんがいい、あれがいいんじゃない。ねえ、したいよね。真ん中。真ん中だね。よしよしよし。よし、真ん中。真ん中だな。へいへい。どの辺でいい、この辺か、この辺か、この辺、その辺、あ、この辺か、ちょっとオイルパンが温まるよね。あ、そうだ、ちょっとピコと並べてさ、やってみようぜ。ちょっと明るいうちじゃないとよく見えないから。確かに。そうそうそう、ちょっとずつね。タクス、あ、俺偽グリル、あのバッタモンってこと、あのこのバッタモン、あ、ピクのバッタモン、最近バッタモンが出始めてる。発掘筆下ろしなんですよ。そうなんだ、いいでしょ。あ、組み立てるのも発掘、え、そうなの、はい、試してるの組み、あ、こう、あ、なるほど、こうして、うん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 、トラウヒラ、あ、あ、これなんか最初繋がってんだ、なんかこういう、あ、
これポコッと入れるんだ、入れるんだ。これなんか手切らないしないかな。そうですね。ちょっと怖いな。あ、こういうこと。あれ？やっぱり重量物乗ってるとやぶれそうだ。そうだよ、そうだよ。こうだ。そうです。こうだ、こうだ。うん、そうです、やっちゃった。出っ張りがあるから、出っ張りが下なのか上なのか。はい。こういうことなんです。んで、ここにこう、乗せられるらしいんですよね。あ、なるほど、なるほどね。そうそうそう。俺もね、こう曲がってなく、曲がってなくて、まっすぐのやつの、あの、新発売のやつ予約したよ、俺。え、そんなのあるんですか？そうそうそう。メーカーちょっと行こうよ。あの、チタン製のやつが出たから。あ、そう、軽そう。そう。結構ちっちゃいんですか？こういう、平らになる。平らになる、そう。へぇあ、なるほどね。シナの握手か。いろいろできるね。いろいろ。こう、ごとくの代わりらしいですよ。でも、この形がなんか独特だね。そうですね。なんか意味があるのかな。ね、本物は2本らしいですよ。あ、偽物は3本。もう絶対3本がいいよ。3本使ってる人がいたら偽物だなと思って。そら3本がいいよって。こうかな。これ偽物なの？あれだ、GS でこんな軽いのかっこいいんだな。GS は最低この、あの M ね。S は、S だとほら、普通のバイクになっちゃう。GS だったらやっぱ S から。これも積んでたんだよね、昔はね。そう、これ、これと、そう、これ2脚と、あとダッチオーブン積んでたよ。あとは嫁さん積んでたから。昔はね。そう。さすがね。すごい。これ今の方が全然もう軽い。でも次、あの、北海道行くときには、さすがに、だから、毎日やらないじゃん。毎日やらないのに、これをね、北海道に1週間も持ってたらあれだなと思って軽いですね。3月になんか、発売なんだよね。予約してんの。あ、まだ売ってない。まだ、じゃあ、手元ないわけだ。ない。へぇー。で、ほんと今日は、これ持ってくるつもりなかったんだよ。あの、B6 くんと B5 でやろうと思ったんだよね。そしたらさ、あの、キャンプするのバレちゃってさ。バレてしまってさ、お前どこでキャンプやるんだとか言って、で、いや、お前俺の近くじゃねえか、この野郎ってなって。じゃあ呼べと。だから薪は持ってくから刺身台持ってこいって。そう、持ってこいと思って。あ、そう、こっちに倒れたらこっちに行っちゃうからな。いいよ。あ、いいよ、あの、靴のままどんどん行っていいからね。あ、そうか、あれ？これタンデムステップってないのか？あるよ。これ。あ、そうよ、僕も。あるね。あれ？あ、うちの子もまだ、だって今何、トレーナー足やってんの、いつも走るときどうしてんの？うん。あ、ここにやってんの？そこでやってんの？あ、じゃあ、うちの子ももう、後ろは上がってるのかな？あ、うちは上がってんだろうね。こっちだとなんか確か届いてる感じがしてましたね。おー。あ、だからここに足やってんじゃない？ここに。かもしれない。ね。お、これは、何だこれは。ワカサギ。ワカサギのワカサギのオイルサーディン。おー。オイルはワカサギ。サーディンじゃない。サーディン。昼寝な、昼寝もいいね。ちょっと昼寝したいんだよね。ちょっと行こうか。ワカサギね。ちょっと待ってね。ちょっと待って、その前に、俺、お飲み物がもう。あ、ちょっと夜のビールはなくなっちゃうな。こんなバンバン飲んでたら。困ったな、このテルボーさん、こんな酒買うんだよね、これ。のんべえだよね、これね。飲みつけたってよ、これ。こんな、俺、こんな酒、俺、買ったことないよな、ちょっと。前も、あの、なんか、最後、チンチンでラーメン食った後に、最後に残った日本酒、俺の分と自分の分、なんか、飲んでた？一気飲みしてたからね。
あれ飲まないの？じゃあ飲んでみよう。いや、すごいね、なんかね。でその他にさ、駅のホームに行ったらさ、また飲み足んないよねっつって、なんかキオスクかなんかで缶チューハイかなんかマジで飲んでんの？ホームで並びながら飲んでた。マジで。いやだって途中でさ、気失うくせに飲むね、あの人ね。ちょっと俺ちょっといただきましたよ、これ。ああ、どうもどうも。どうもどうも。どうもどうもどうも。いっちゃって。はい、どうも。はい、どうも。ありがとう。いや、ちょっとほら、これだからほら、ちょっとこう、ね、これに合うお酒。ああ、なるほど。それ日本酒ですね。日本酒だよね、これね。おお、ちょっとこれ。この間、乗り過ごした。あ、ちょっと過ぎた。過ぎたよね。気づいたら、お、どっかで座ったんだよね。そう、ベロンジャー飛んでた。途中で座ったよな。そうそうそう。俺なんか立ってたらテルボが引っ張ってくれて座らせてくれたんだけど、なんかそれは覚えてんだよ。立ったまま多分寝てたんだけど、で俺さ、なんかしないけど多分ハスダーだと思うんだけど、テルボ降りるんだと思って起こしたんだよ。そら、そうなの？違う、起こしたんだけど反対側の人を起こしてて、しつこくないしね。これランさんのお気に入りのあれですか、オイルですか。まあそんなとこですね。本当ですか。オイルブルターだね、何でもいいんだね。はい、一応エクストラバージン、はい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 、でこの、この料理は何ですか。これはオイルワカサギ。サーディンじゃないからね。違います。サーディンって言わしたっけ。うん、言わしだな。はいはい、おいいよ、おいいね、いいね、いいね。あ、とてもビールって感じじゃないよね。うん、あ、もう日が傾いてきたね。いや別にほら、温まるために焚き火やるわけじゃないよ。こいつの近くでやりたいだけだから。こいつ燃やしたいの。燃やしたい。これ、胸にいっぱい入ってる。え？胸にいっぱい入ってる。いや、ねえ、こんぐらいしかない。あんまないと5000回で6000回でもう150回でだからね。アメリカンヒッコリー。これも中央。これはこれ、これ持つとさ、ちょっと人格がちょっと変わっちゃう。変わっちゃう。で、でまっすぐ今あるのが1250ね。おいおい。投げんなよ、投げんなよ。投げんなよ。ちょっとちょっと。これザクッ。ちょっとどうなんだ、どうなんだ。ちょっと一番手強そうなの行ってみようか、これ。ねえ。ちょっと待って、待って。ここ行ってみようか。いける？一発で行こう。やばい。いや、自分の足に刺さんないと。いや、ごめん、いや、ごめん。あの、すっぽ抜けて、ちょっと GS 行っちゃったら、ごめんね。それを狙ってると思う。まあまあ、ね。そっちを。ちょっとずれたわ。でも今、行きましたよ。結構行ったね。行ったね。行った音がしましたよ、ね。行った、ちょっと違うか。あ、ちょっと行ったんだね。かすった感じだ。ちょっとかすったんだね。側が。割れてるね。あ、そう。あ、行くよ。やっぱり行くよ。やっぱ違うね。ちょっと違う。葉っぱとかもいいと思うんだけど。あの、すごいね。ナイスナイス。すごいね。すごい。これ、先にずっと勝ちますか？うん。大丈夫。平らなとこはね、平らなとこはいいか。下でやるか。へぇ、ちょっと待ってね。うん、はい。ナイス。はい。うん。もうこれ太いから。お、太い。こんな風に。お、よし。あ、うん、わあ。お、飛んでましたわ。すげえ音が。すごい。いいね。ああ。じゃあ。ああ。
あ、臭いよ、臭いよ、臭いよ、ごめんね。ダメだよ、もう臭くなっちゃって。うわぁ、燃えると思うね。よしよしよし、しばし持ちますね。うぅこの薪はこれ何年ものなんですか。これはもう3年もの。5年目。すごいね。あ、来てる。はい、やる。え、なんだっけこれ。ピコグリルもどき。ニセグリル。あ、ニセグリル。ニセグリルです。ニセグリルって。8グリル ?8。お。そのナイフっていうか、それ切れるね。丈夫だね。どうの？巻き割るのは、いけますけど、野菜とか全然切れないですよ。ああ、ちっとも溶かないんで。丈夫なんね。いや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 、いいねいいねいいね。いいね。で、ここにはこう GS がいると、こうやってね。そうですね。たまらんな、これな。近すぎ、近すぎだな。あ、いや、もうちょっと、あ、その、いや、順番が違っちゃう。ね、そう、焚き火台、その焚き火台テーブルの位置がいいんだよな。ここに自分の馬のように馬につけた。薪が少ないと、ほら、本当に寒くならないとやれないような心理になってきてね。しかも買うでしょ、普通は。そう。ね、一束500円とか。そうそう。ランさん、これまさかお金取らないよね。これはさっきの最低のアドオンですね。入ってんの？そうだよ。これ高いの？高いよ、これ。マジか。高いですよ、これは。これはまた。3年もので。そこら辺の巻きは違うからね、月の良さ。本当だよ、本当だよ。おはよう。おはよう、もう起きてきた？復活したんだろ？うん、復活してたか？商品をいつもこう、肩からかけて、なんか集金のおじさん、おじさんみたいに見えるんだけどさ。貴重品。それもしかしたらあれ、俺たちの集金待ってる？待ってるよ、今。待ってる、俺がもしかしたらさ、何本使ったかとチェックしてんの？そうそうそう。いや、これ俺じゃない、俺テレモさんが入れたんだよ、これ。はい、16:25ですね。おお、ちょっと沼を見に来たね、沼。ここいいね。ここいいよね。頑張じゃん、ほんと。へぇ。お、白鳥いるよ。知らんかった。へぇ。ごめん、餌ないんですけど、餌はありません。寄ってくる寄ってくる。あ、あ、黒いんだね。はい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 、嘘つきました。嘘つきましたね、ごめんなさい。黒鳥だ、黒鳥。黒鳥だね。へえ、ごめんね。へえ、こちらからも来てます。ごめんなさいね。違うもんなんだ。うん。へえ。うん。で、今日どっちにする？うん。
こっちいただきたいんですけど、あ、このままでいいです。あ、そうだよ、じゃあ、はい、違う違う違う、なんか細かったよ、俺のやつ、確かなんかこう、いいか、なんか、いやいや、むしろ俺、今日朝からこれだったと思うよ。これ赤のラインがこう、赤がずっとシートまで繋がって、赤がね、そうですね、だって俺、あれ赤使ってないのにさ、あの赤いシートおかしいじゃん。落ち着いてていい感じ。あ、そう、あ、そう、ほら、ちょっとほら、あのマット調と似て合ってんじゃないの。こっちは気に入っちゃったんじゃない。いや全然好き、ねね、気に入っちゃったんじゃないの。おー、何これ、全然違うね。マジで全然違う、SP。 いや、いや、なんか お互いの利害が一致してしまったんじゃないの、これ。何これって感じだよね。マジで、おう、全然違う。あ、で、今どうなった、今どうなったの話が。あ、とりあえず、とりあえず買ってみて。とりあえず買ってみて。あ、とりあえず買ってみるの。よろしいですか、本当に。あ、じゃんじゃん。あ、そうそうそう。なるほど。あ、様子見で。様子見でね。うん。あ、よかった、よかったね。うん。うん。いや、俺もね、ちょっと俺、ちょっと高い。あーっと思ったの。心配だったんだ。あの、ローにしてても高いと思ったのね。そうそうそう。あー、うん、私も思ったより低いなーって思ったんで。あー、なるほど。ラーメン、手を出して、とりあえず、じゃあ、これで休みましょう。はい、17時56分、近所にですね、温泉がありまして、あの、なんと1時間前に連絡をすると迎えに来てくれるっていうらしいですよね。で、来ましたよ。ほら、ユリの里。あ、よろしくお願いします。はい、よし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 、素晴らしい。すごいね、知らなかった。へぇ、ローソンに売れちゃう、帰りに。ありがとうございます。ローソンで買い出しに来れるね、これでね。いや、ほらほら、よしよしよし、ほいほいほい、よいしょ、いいところ、よいしょ。あ、ありがとうございました。ラーメンだけ、ラーメンだけ食って帰るのか。ああ、山岡山ですか。いや、これ帰るときどう連絡、またそこで申し込めるの、ね、ちょっとコンビニで酒買って帰れるからちょっと待っててみたいな。そうそうそう、はいはいはい。考えてないの。この頃考えてるよ、これ。コンビニ行ったよ。え？ NC はコンビニ。え？そうなの？え？そのまま歩いて帰るって言ってるから、いや戻ってこいってたの。え、マジで？うん。歩いて帰って？歩いて帰るって言ったから。え？なんで？戻ってこいってたの。なんで？わかんない。失礼します。土曜日限定ね。あ、あるある。あれ、ん、あるわ。280円しかない。はい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 、110円、110円ね。はいはい、あれ。どうも、おどうす、風呂がいっぱい、おどうす。あー、たまらん、ダメになるな、こういうことしたら。え、風呂上がりはしょうがないよ、これ。これやっぱり命を守る行動ですよね。そうそう、やっぱ水分を吸収しない。そうだそうだな。うわ、すげえだ。ああ、辛いなこれ。はあ、よいしょ。
よいしょ、うん、よいしょ、止まるかと思った、普通はね、2階で待ってたよね、そうそう、ずっと待って揃ったらさ、生ビールでも頼んでね、飲もうと思ったのにね、テルボロの3杯来ないから、3杯頼んでたけど、しょうがないから飲んじゃったな、だって危ねえ、泡がもったいないもんな、よし、なんで飲んでるんだったら飲んでこないんだと、なんで家だからいいとこ行ったんだろうなと、よいしょ、よいしょ、ありがとうございました、お疲れ様です、助かった、いやー気持ちよかったね、え、機材を回収しないで、こうやっぱこういうの大事だよね、こういうのね、おすげえすげえすげえ、サチサチ、はい、お犬さんすごいですね。頑張れ。親割れてったんね。OKOK。ここで下疲れでもちょっと味見してみようか。あ、下疲れ行きましょう。下疲れ行きましょう。ついてきました、ついてきました、で、ピークワンの、マントルがちょっと破れたんで、はい、できる、できる、できる、ちょっと、なんでよかったの？いや、ちょっと他の、あの、ここが切れてたらまずかったから、ダメだった。ちょうどだから、ここだけ切るっていうの難しいの。成功したんですよ。はい、はい、おー、よく分かる。よしよし。そうだよ、面白いでしょ、これビデオなんだよ、これビデオカメラなんだよ、うん、知ってる、知ってる、うん、自分の使えば、どれどれ、さっきやってたの、どれ、何、自分の使えば、自分のってどれよ、うん、さっきさ、これ燃やしてたじゃん、これか、これ、あ、そうそう、これすごいんだよ、これ、これすごすぎるから、そう、飛ばないの？見たんだよ、ついたよ、うん、いや、こんなに飛ぶ、ちょっとなかなかうまくいくから、あ、安定しないの。いかん。いかん。よしよし。よしよし。よしよし。上がるでしょ？はい。ね。よしよし。で、さらに、追いポンピングね。これが大事なのです。ポンポンですね。いや、あのレギュラー、あの、ハイオクです。僕はハイオクしか使わないんですよ。だから、あの、添加物もいろいろ入ってる、詰まり気味になりつつ、洗浄剤がほら、ハイオク入ってから。そうでしょ、ほら。
廃屋なので、あのいわゆる廃屋仕様なので、あの圧縮率が高めないといかんですね。あ、そうそう、じゃあ追い込んできたのかね。そうそう、追い込んできたのか、廃屋仕様。これは丸鶏は何ですか？ポトフです。ほんか、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 なんかちょっと、あ、なんかこれ汚ねえな、なんだよ、まあいいや、まあいいや、はい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 いや、でもやっぱりキャンプはやっぱこれだね。いや、こっちのうまいな。これは水戸のあれ酒だよ。そうだよね、そうだよ、キャンプこれうまいね。お酒飲んでんだ、うん、そうだよ。でもそんな変わんないよ。うん、あっちは違うだ。なんだよ。じゃあちょっと待ってる間に、あ、そうだよ、ちょっとほら待ってる間にちょっと例の一発芸頼むよ。あー、お願いします。お願いしますよ、ちょっと例のあれ。チンタラだ。うん。お願いしますよ。お願いしますよ。ちょ順番が。あ、そうか。そうだよ。それ忘れちゃいかん。それを極めてお母さんにしっかりお見せするんだよ。分かってる？分かってるよね。それ。で、その後すぐにだよ。うん。いい。それだよ。そう。もう多分そのぐらいできるようになればもうね、あの病気にならない。強くなる。で、お父さんに教えてもらったって言うんだよ。違う。分かったね。ね。カツさんに。ちゃんと言うよ。ね。それ大事だよ。このし、しもつカレーはどうやって食べるの？初しもつカレー。食べるしかないね。あ、お父さんのさ。あ、何？これ何？そのまま食べるの？中に、なんか入れとかじゃなくて。ご飯にかけて食べると美味しいんだよ。あ、そうなの？でもそのままでも食べれる。うん、うん、うん、ちょっと、うん、うん、あ、ちょっとこれ、あ、知らなかった。あの、あったかいご飯に、うん、うん、うん、冷たく冷蔵庫で冷やしてしまったら、おそうそうそう、ビューって言うんだ。これ、でもそう、あの、固まってるね。これ、鮭の、うわ、もう、メガネ、すごい、リバースですね、ほんとリバースですね、これすごいね、これこれあの、あの時々これあの駅のホームとかいるの？そうそう、あれ気持ち悪いってあれなの？金の番とかあれに似てるんだけどね。これはだから鮭の頭と大豆と大根おろしと人参と油揚げと酒粕。あのさ、同じ会社じゃない？あ、うん、そうだよ。そうだよ。個性は開放の中じゃないよ。うわぁ。そうなんだ。市販品食べるの初めてだね。だいたい家で作るからね。普通買わない。うん。それ基本なんだ。どこの家でも作ってるの、だいたい。そうそうそう。この辺は何で？この正月？正月の。初馬。初馬だから、明日が初馬なんで、今年は。よしよしよし。滋賀って書いてあるし。いただきまーす。あ、はい。うん。僕から僕大丈夫。僕大丈夫。あ、お酒に。いや、今まで食べたことない味だね、これ。結構大人気だね。うん。人参と。こんな鮮度。家で作ったの以外は食べたことないからな。いいよ、使って。いい。いいよ。あ、なるほど。あ、どうどうどう。でもこんな味だね。あ、こんな感じ。食べてみようぜ。酒ある。また奈良県の下疲れを食べて歩くと、うん、あの風邪をひかないというか体を壊さない。なるほど。
体壊れないよ。これはこれ食べ物を大切にする日本人のね。うん、ねえ、体は壊れないよ。美味しいわ。壊れるよ。じゃなんかもう腰なんか壊れてんだからね。違う、体。壊れてるよ。もう美味しい。腰じゃなくて外れてないじゃん。あ、外れはしないね。それはそうだね。いちご食い放題だよこれ。ちょっとこれ行こうか。おほほほほ。ね。うん。うまいね。これ本当うまいね。うん、本当うまい。これうまい。え？半熟だからね。うん。これうまいよ。うん。うん。うん、しかもさ、こんなん売ってんの、こんなでっかいやつ。すごいよこれ。ね、こういうやつね。すごいよこれ。ちょっとうちの地元でもこれ、これやっぱりこれもうこの形はもう無理なのこれ。ダメなんだ。これ無理？ダメだね。ダメなの？だって絶対うまいじゃんこれ。うまいな。うまい。うまいね。うまいよこっちは乙女。すごい。子供じゃなくておっさんが食べてるね。うん。うん。うまい。しかもそう、こんなんまでこんなん。マジか、マジかそれ。これは、うん、あらたかね。うん。食べたい。これ絶対うまいよ。うまいと思う。甘い。いきます。はい、はい、はい。あー、できた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 。ケーキみたい。ほら、来た、来た、来た。うん。わあ。ねえ。これ何ですかこれは。ん？これは何ですか。これ何ですか何ですか。これは何でしたっけ。これは何でしたっけ。何でしたっけ。マンドリンの。じゃ、うわあ。来た来た来た。どうですかどうですか。わあ。おお。真ん中にこのマルドリが。うんうん。うわ、鎮座してるわけですよ。なるほど。うわ、そうそうそう。これはまあカッティングされるわけですか。これはカッティング、カッティングしますか。ほら、そう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 。これグリグリます。いや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 。いや、残酷。この夜の場すごいですなこれはね。筋肉みんなね。うん。うわ、これ見てください。鳥ちゃんだよ。うわ、ここでかわいそう。かわいそう。本当かわいそうだね。そうだよね。すごいよね。これ人間だったらどうだと思う？お腹ざっくりだよこれ。犯罪者みたい。でも美味しいね。でも食べるでしょ。めっちゃ美味しい。でも美味しかったらどうする？いやいやいや、できましたよ。はいはいはい。おお。もらっちゃった。うわ、これ漏れすぎだ。これは、これ漏れすぎだ。いやいや、いいんじゃない？いや、これくっついてるもんね。2人で分ければいいから。これを2人で分けます。はい。いいところ。おお。僕の。あ、芯の、芯の。僕の。ちょっと薄いけど、まあまあ味。ああ、見えてるね。このチンタラで箸すれば切りまーす。うわ、おいしい。うん、うまい。うん、よいしょ。おい、じゃあちょっと行ってみっか。ちょっとおい、うん、切りまーす。あ、うんうんうん、あ、うまい、うん、うん、めっちゃおいしい。うまいね。うんうん、おお、うん、うわ、すごいなこれ。うんうん、ちょっと待って、これ好き？
だろう。どこだ。うん。わかんない。わかんないの。お話はよくするの。しない。しないの。しないの。なるほど。お話しないんだ。なんで。なんでお話しないの。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしくはないけど、うん、でもあんまり遊んでないから。遊んでないんだ。遊べばいいじゃん。そうだよ、うつみちゃん遊ぼうっつって、うん、このポトフの、残り10で、なるほど。残るね。明日カレーラーメン。もうすべてカレー。カレーラーメン食っちゃう。なっちゃうよね。なっちゃうね。これ間違いないね。なんかこれは基本ですか。これはもう冬はそうしょうがないですね。はいはい、カレーラーメン。22時11分。これ締めのカレーうどんですね。締めのカレーうどんです。締め食い。匂いがポトフの匂いだね。ちょっとね。いいね。ちょっと試しにこれ行ってもいい？どうぞ。よいしょよいしょ。おー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 おおお。よいしょよいしょ。ちょっと煙で。あ、立つだけもいいんだよ。立つと上に煙が溜まっていくから。あ、なんかちょっと、あ、これが取れた。すっごいこれ。ちょっと うどん取ると思ったら。それ映んのそれ。いや、ちょっとどうだろう。多分大丈夫かな。よいしょよいしょよいしょ。ねえ。お湯割り？お湯割り、めんどくさいね。お湯割りするのがめんどくさいね。お湯飲みたいんだけど。はいはいはい。はい。そうだよね。お湯沸かすと。沸かす？あ、だって。あるよ。そういうパターンあるんだ。そう、あるよ。焼酎あるんだけど、お湯沸かす。ちょっと、皆さん、ちょっと先に先行いただきます。先行、そう。行きまーす。先行行きます。うまいうまい。よし。麺が意外にこう、なんか野菜がいっぱい入っちゃった。いただきます。うん。うん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 。ああ。これは何これ。セロリ。あ、セロリか。セロリ。でか。わか。うん、うまい。セロリがすごいわ。セロリ、うん、うまいね。うまいね。鳥の骨が入ってるよ。うん、
太い巻きが引き付いたよ、これ。ジュースってかっこいいよね。困ったね。なんでかっこいいんだろう、これね。ほんとだよ。罪深いよな、ほんと。いや、やっぱりこれ自衛生いいよね。これ何かをちょっとでも犠牲にしてでもなんか手に入れたくなっちゃうよね。1250とか数字がいいよね。いや1250ちゃんなかなかいい数字だね。ねえ、あのところで、あのテレボーさんは何を犠牲にしたんですか。いや、俺はないよ、犠牲はないよ。え、ないの。ないの。いや、例えばあのまあ、あの他の方にも当てはまるかもしれませんけども、あの家族の信頼を犠牲にしているとかそういうことはないよね。俺はないね。あ、そうなんだ。俺はないね。ああ、もちろん全然大丈夫なんだ。そう。ああ、そうですか。そうか。ランさんは最近どうなんですかね。俺はあのバイク乗ってないからね。はい、23時23分ですね。で、外は何度だ。外は2度、2度ですね。もうしばらくあの焚き火の残りがですね、鎮火まで行かなくてもだいぶ収まってからになると思います。はい、23時49分ですね。テントの中に、もう入りました。で、中は 7.3 度ですね。さっきまではこう3度ぐらいだったんですよね。一気にこう人がいるだけで温まりますね。で、ちょっと寝る体勢ですよ。寝る体勢に思いっきりしてですね。で、ちょっとあの、ツイッターだとかをチェックしようかなと思います。で、寝袋はあの冬用のあのあれですね、羽毛の、イスカの、エア700ですね、SL で、こいつにですね、同じイスカのゴアテックスシラフカバー、これをちょっと、あのつけて、でこの中にちょっとあのこう入れると入ると。朝はマイナス5度とかなんかなるとか。ほんとだ。ちょっと後でまた見ますけどね。よいしょ。あ、ここなんか石があるんですか。石がある。あ、なんかあるな、これ。よいしょ。よし、ちょっとだけ。よしよし。で、ちょっと今これ着てますけども、寝ると、ま、寸前にこれはちょっと脱ぎますよ。ちょっとまだ、これは、はい、0時06分ですね。ツイッターチェックとしておりましたらもう眠くなっちゃって、もう寝ますよ。で、明日はですね、ちょっと笠間稲荷に行ったり、あとちょっとあれですね、真岡鉄道あの SL が、通るんでちょっと見に行ったりをして、またここに戻っていくと。これ連泊ですからね。ええ。まあ、ということで、朝はそんなに起き、早く起きなくていいですね。のんびりですね。多分。まあ、ということで、成り行きで起きます。はい。ということで、ちょっと、本日も、皆さん、おすすめ、ゴールでした。よし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 。いやー、じゃん。寒い。よしよし。じゃあ、やりまーす。大洗から出まーす。受けても、これいいところは、こう開くんですよね。磯崎神宮にやってきました。
葉食堂ですよ。朝の人気ですよ。もう一気にこうなってしまう。でこっちは30、こっちが、50か。おお、ちょうど来たね。ここ地元のこの辺り、この辺りなんだ。ここはいちご狩りができるところですか。ここそうです。なんかすげえの来てるよこれ。はい、はい、どうもよろしくお願いします。はい、します。はい、どうも、はい、はい、はい、どうも、はい、どうも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 、ね、これは何ですか。これは何者が聞いてる。出社ももう一個、藤島へ行きますよ。こうね。もう焚き火したい。したいね。どのバイクの近くがいい。はい、嘘つきました。嘘つきましたね、ごめんなさい。無理の里。あ、よかった。あれどうも、どうです。で、さらにホイポンピングね。おお、よく、これはまるで何なんですか。この下つかれはどうやって食べるの。初下つかれ食べる。これうまいな。うまっ。おぉ、鳥ちゃん、鳥ちゃん、鳥ちゃん。いやー、しょうがないですね。で、こういつにですね、同じイエスカもこうやって、例えばですね、内気で落とす。それで、本日も、ネタ、おすめ、ゴールました。6時半です。こんな緊急ですよ。餌を求めて勘違いした国長さんが。はい、どうも。はい、お疲れ様です。どうも。はい、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 いいですな、風景は。ね、手前にもうラーメン。おじさん、ちょっともう今から走りに行くから。うん、足、うん、うん、近くだけど、ちょっと足。
あ、やぶかない。あ、いや、お疲れ。あ、これ、あの、買ってんの？買ってんで。1000円。おー、いいね。ここは、どっかで。ホテルみたいな感じですね。ね。なるほど、なるほど。いいよ、いいよ。よし。じゃあ、ごちそうさまでした。よいしょ。おー、食った。うまかった。うん。